1990カード全体に引く。そうです。寝っ転がったまで手まっすぐ伸ばします。そしたら寝っ転がったまでまずは息を吐き切って吸いながら起き上がってそのまま吐きます。吐いたら3秒取ってもう一回吸いながら3秒止めて3秒止めて一回やってみます。そしたらまずは息を吐きます。そしたら吸いながら上げていきます。足吸い上げてます。吐いて吐きたら3秒止めます。1,2,3で吸いながら上げて吐きましょう。次、V 字レッグやりますね。はい、仰向けで寝たら片足ずつ足を上げて、そしたら少し顎を引いてつま先で V の字作るような感じ、はい、で、このまま呼吸だけこのままキープしただけでいいです。で、なんか体柔らかいからもう全然なんか何やってんのって感じになったらここ少し下げながら、見た目地味だけどきついやつですね。これきついです。特に一番45度が下っ腹にくるので、そのまま呼吸5回キープして、あ、もうきつい。しっかり吐ききる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 、足曲げないですよ。足上げるだけって。そうですよ。足上げて呼吸してるだけですよ。もう一回。手を吐いて、ふー吐いて。OK、下ろします。これでもどこでもできますね。そうですね。上半身は絶対ぐちゃっと倒れたらね、ぐちゃっとキープして。このままで動かしていきます。OK。あと最後合計10回いきましょうか。終了？終了です。ありがとうございます。久しぶりにこんな頑張ってる松木さんを見ます。カメラがあればやるんや。じゃあ二度目お願いします。でもあれですもんね、重さとかなんかペットボトルで代用できたりとかする感じのやつだったらいいです。じゃあ、ペットボトルだけ使ってやります。はい、最初ではキックバックって種目をやるんですけど、はい、どこでもいいので、どこかに体支えて壁とかでもいいですか？壁とかでもいいです。そしたら、体を少し前かがみにしてやら、この手をグッと引きます。はい、この肘から上は地面と平行にした状態でキープしたままでグッと伸ばして、伸ばして、はい、この繰り返しです。最後、ここまで90枚も下がっているので上げたら、軽く戻して上げて、戻して、上げて、戻して、ジップセットエクササイズやりますね。はい、まあ家だったら椅子とか使ってもらって、まあ、ローテーブルとか、はい、それで端っこに腰掛けたら、まあ、できるだけ手幅はお尻の真横につくくらいにして、それでここから腕の力を使って落として、自分の体重が嫌になるぐらい。10回いきましょう。6、7、
8、9、もう一回 OK。 じゃあ最後ね、手は肘を肩の真下について少し30度くらいこっちに開いた状態で手をつけます。そしたら反対の手を真上で、ここから起き上がって下ろして起き上がって下ろして、なんか見た目かわいい人形みたいな見た目かわいい。これあの二の腕も効くんですけど、プラスしてあの女性で結構多い内巻き型になってる人の、うん、ここの肩甲骨をしっかり安定させる役割もあるので、はい、この肩がギュッと潰れちゃわないようにしたから起き上がっていきます。はい、これはい、そこからいきましょう。はい、1、2、3、4、5、このタイミングが余計に肩潰れないようにしっかりと安定させます。6、そうそうそう、確かにちょっと可愛いと思うけど。あと2回 OK です。地味になりましたね。感じかな今日かな3種目やったのでもう普通に疲れてるでしょ。疲れたし、じゃあ一旦これで、はい、終わりです。Can you come through?